トラビアン・ロバートソンは、ノースカロライナ州ローリンバーグ出身の下、アメリカンフットボール選手。ポジションは、ディフェンシブラインマン。高校時代は、テレルマニングとチームメイトであった。ACL を断裂した、翌年の最終学年には74タックル、7.5サック、2ファンブルリカバー、4ファンブルフォースを挙げた。ライバルズトコムからは、 その年のディフェンシブエンドのプロスペクト中、全米8位、4つ星に評価された。サウスカロライナ大学、ノースカロライナ大学、クレムゾン大学、ノースカロライナ州立大学、バージニア工科大学からリクルーティングを受け、サウスカロライナ大学へ進学した。2007年には全12試合に出場し、7タックルを挙げた。2008年は全十三試合に出場し、 17タックルを挙げた。2009年は4試合目のミシシッピ大学戦で右膝を負傷し残りシーズンを棒に振り8タックルにとどまった。2010年には全14試合に先発出場し42タックル4サックを挙げた。2011年には45タックル8サックを挙げた。大学5年間で先発31試合を含む56試合に出場した。 2012年の NFL ドラフト7順でアトランタファルコンズに指名された。この年のドラフトでは彼の他にサウスカロライナ大学からステファン・ギル・モア、ベルビン・イングラム、アルション、ジェフリー、ロキビアス、ワトキンス、アントニオ・アレンが指名された。1年目の2012年は控えのディフェンシブエンドとして7試合に出場にタックルを挙げた。2年目の2013年、 シーズンの大部分でインアクティブであった。ありがとうございます。